ふう、そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日はね、ちょっとドキドキしてます。はい、なぜか。それはね、自分の人生を話そうと思ってるからです。はい、今僕は教育事業を経営しています。教育事業で、ライフスキルの学校というピーターソックスを今ここで経営してるんですけど、その中で僕はね、その中でというかね、もう一言で言うと、もうなんていうかね、楽しいんですよ。楽しい、毎日充実してるんですよ。自分のミッション、自分は一人でも多く社会で自己発揮できる人を増やしたい。いつでもどこでも自分らしく輝ける、そんな社会を作りたいっていうビジョンを掲げて、それは学校だけじゃなくて、スポーツをやってる時だけじゃなくて、ダンスの時だけじゃなくて、学校で学んだことを会社でも社会でもどこでも活かせるようにする、そんな教育をやるんだって毎日燃えてます。充実してます。毎日すごい楽しいんです。はい、ということでね、僕は今そうなんですけど、僕にもそういう時代だけではなかったんですよ。今39歳で、今はね、僕は自分が大好きなことを、心からやりたいなって思ってることを仕事にしています。じゃあ、やりたいことを仕事にするためにはどうやったらいいの、どうしたらいいのっていうことをね、よく聞くんですよ。よく聞くので、今日はそれです。やりたいことを仕事にするまでの私の人生というテーマで、これから全2回かな、全3回か全4回か分かんないですけど、自分がどのような経緯を経て、どのようなことを体験して経験して、今に至るのか、やりたいことを仕事にできるようになったのかっていうことを、過去を遡って皆さんにお伝えしたいなと思ってます。これはね、もう嘘なしの、もう僕の人生そのもの、そのまんまなんで、照れるし恥ずかしいし、ちょっと勇気がいるんですけれども、やりますよ、やりますよ。面白いかどうか知らないですよ。面白いかどうか分かんないし、役に立つかどうか分かんないですけど、何かしら皆さんの人生にとって意味のある、そんなお話をしたいなと思います。僕はね、6歳の時にお母さんに、エスカレーターに登るのよって言われたんですよ。あ、ちょっと意味わかんないですね。エスカレーターに乗って人生を生きていくのよと。6歳の子に、僕ちっちゃいですよ、6歳。6歳の時にお母さんにそう言われたんですよ。で、エスカレーターって何って、わかんないじゃないですか、6歳ですよ、わかんないですよ。わかんないんで、何って聞いたら、阪急梅田の百貨店に連れてってもらって、これがエスカレーターだよってね、エスカレーターに乗っけてもらったんですよ。あ、楽しいな、エスカレーター、楽しいでしょ、エスカレーター。大ちゃんはねお父さんみたいにエスカレーターに乗って立派な大人になるのよって言われたんですよ、6歳ですよ。で、なんかわかんなかったけど、うん、なるって言ったんですよ、その時ね、僕。うん、なるって。なんかわからなかったけど、エスカレーターって楽しいなって、お父さんみたいになれるんだ、みたいなことはあったと思います、多分。で、ちょっとずつ分かってくるんですよ。そこから小学校1年生、2年生、3年生になって、毎週ね、やっぱ家の近くの寝屋川市に住んでたんで、大阪のね、ジャスコがあるんですよ、今、なくなったんですけど、そのジャスコで、まあ、僕、焼きそばをね、食べるの毎日楽しみしてたんですけど、まあ、それ置いといて、そのジャスコに行くときにね、ちょうどね、毎日同じ場所通るんですよね。毎日同じ場所通るんですけど、ある場所になったら、大ちゃん、ここにはね、エスカレーターがあるよって、お母さんが言うんですよ。小学1年生、2年生、3年生の時にね。あ、ここエスカレーターあるんだ、ぐらいしか思ってなかったですよ。その時はね。思ってなかったけどね、ちょっとずつ成長したら分かってくるんですよ。あ、ここにはエスカレーターがあるんだって。ここどこなんだろうって看板見たら書いてあるんですよ。同志社公立中学校って。はい。これエスカレーターってどういう意味なのかっていうのは、エスカレーター式の学校ってことなんですよ。中学受験をしたね、そこで合格したら、高校、大学まで受験なしでそのままエスカレーターで行ける学校に行けますよってことだったんですよ。で、そのレールに乗っかりさえすれば、いい会社に行けて、いい家を買うことができて、大ちゃんは幸せになれるっていうことやったんですよ。そういうことを、まあ、ちっちゃい6歳ぐらいの時から、断るごとにお母さんに教えてもらってたんですよ。だから僕も、なんていうかエスカレーターっていいなとかいうところから、この中学って良さそうだな、この中学に行きたいな、この中学に行ったら自分が大好きなことをできるんだって、受験戦争じゃなくて、受験戦争ってたくさんあるって聞いてたんで、例えば中学と高校、大学とかね、
高校大学か、普通やったら高校受験と大学受験があるじゃないですか。それをここの中学受験合格したらもう1回で済むと、1回で済むと人と戦わなくてよくて、なんか自分がやりたいことできる。僕バスケやりたかったんで、そこに行ったらお父さんと同じバスケットボールができて、お父さんと同じようにいい会社に行けるんだっていうふうに思ってたんですよ。でそれがね、自然なマインドになってたんですよ。自然なマインドになってたから、小学5年生の時に僕言いましたよ。僕同志社公立中学に行きたいって言ったみたいなんです。僕全然覚えてないんですよ。覚えてないんですけど言ったみたいなんです。そう言ってお母さんは当時通ってた普通の塾から阪神受験研究会っていう進学塾に僕を、連れて行ってくれたんですよ。そこから僕の受験戦争が始まったんですよ。はい、受験戦争です。いやもちろんそこの中学には行きたい。でも行ったらどうなる？まあ、行ったら、大好きなことができて、いい会社に働けて僕は幸せになるっていう、なんとなくね、自分の中のレールというかミッションっていうのが見えてたんですよ。自分が幸せになるためにここで合格するんだ、自分が偉くなるためにここに行かなければならないんだって思ってたんですよ。でここのレールに乗っかったらいいんですけど、降りたら落ちてしまったら、このレールとは違う人生に行ったら僕は最悪だっていう恐怖があったんですよ。ここの人生、ここのレールに乗っからなかったら、なんていうかその不良になってしまうとか、例えば13階に住んでた丸太くんのような柄の悪い人らと友達にならないといけないし、勉強ばっかで自分がやりたいことができなくて、いい会社にもいけなくて、生まれてこなかったらよかったって思ってしまうんじゃないかっていう、その恐怖もあったんですよ。そっちに行かなければ、行きたいっていう気持ちと、もしそこのレールから外れたら人生が終わってしまうっていう恐怖、この両方、恐怖と行きたいがぐんって統合したんで、絶対やるぞーっていう気持ちになったわけなんですよ。で小学5年生からもう受験戦争ですよ。で毎日毎日勉強ですよ。週3回ぐらいですね、多分自分で塾に行って電車ね乗り継いで、郡園っていう京阪沿線の郡園っていう駅に住んでたんで、そこから2つ先の枚方市駅っていうところに降りて、そこで9時まで勉強して、そこからねまた一人で家まで帰るってことですよ。小学5年生6年生それをねずっとやってました、2年間。でもね、勉強やらなければ、やりたいって気持ちはあったけど、やっぱ遊びたいんですよね。そりゃそうでしょ。だって僕も子供やったん で人一倍活発で、もう動かないと仕方がなくて、動かないと落ち着かない状態な人間やったんで、走り回りたかったんですよ。で僕マンションじゃないですか、マンションに住んでて11階建てのマンションで、まあ、7階に住んでたんですよ。で7階に住んでて、こう勉強してるじゃないですか、勉強してる。で横でね、勉強してて横でね、横の広場で、横っていうかもう下ですよ、窓から見えるんですよ、下での広場が。で子供たちが、僕の友達がトシ君とかね、ケイちゃんとかがね、そこでね野球やってるんですよ。でお母ちゃんピンポンって、大ちゃんも野球やらへんって、やりたいよ、めっちゃやりたい、もうありがとう誘ってくれて、でもやりたいんやけど、やりたいけど目の前にこうテキストが今週やらなあかん、テキストがこんだけあるんやって、これが終わらない限り僕は受験に合格できへんし、合格せへんかったら僕は人生終わりやと思ってたから、ごめん今日は無理やっていうことですよ。断るんですよ。でもそれ断ってたらもう次第に誘われなくなりますよ。僕初めも寂しかったですよ、もちろん誘われないことも寂しかったし、遊べないことも嫌やったけれどももう仕方ないじゃないですか、勉強するって決めたから。だからそれをなんとか受け入れないといけないんですよ。だからその時僕が思ってたのは、あいつらバカやって思ってたんですよ。あいつら今あんな風に遊んでるけど将来絶対苦労するぞ、俺は将来苦労するの分かってるから今勉強すんねん、俺は賢いって思って言い聞かせて、周りにいる友達をバカにしてました。はい、バカにしてたらどうなりますか。それ嫌われますよ。居場所がなくなりますよ、小学校で。気にしません、だって僕には塾っていう居場所があるから。で塾という居場所でちゃんと勉強してエリートになるって決めたから、学校に居場所がない、気になりません。友達一人もいなくなりました。家帰るのも一人ですよ。そんなん気にしないって思ってやってましたよ。でその成果があって2年間頑張った結果、僕は同志社公立中学に合格することができましたよ。イエーイってことですよ。あの時の喜び忘れません。小学6年生の校舎で、窓の外を見たら、お母さんが自転車で、ね、来るんですよ。お母さんが自転車に来て、まるってするんですよ、まるって、合格って、大ちゃん合格ってよ。あの時の気持ち忘れません、本当に最高に幸せでした。もうあの時もだって2年間頑張ったわけですから、やり抜く、絶対やるって決めて頑張ったわけなんですから、あのちっちゃい子供の時ですよ。その時にやれた、自分がやったことはできたんだっていう気持ちで達成感、そして合格できてこれからの人生バラ色だっていう気持ちですよ。もう僕はもう勉強しないって決めましたよ、その時に。はい。
もう決めてたんですよ。でそのまま僕中高大って行くわけじゃないですか。でその勉強しないって決めた通り僕は勉強一切しませんでした。はい、自慢じゃないけど中学高校はバスケ部に所属してずっと部活部活部活スポーツスポーツスポーツで、大学に入ってもラクロスっていうね棒の先に網がちょこんってついてるようなスポーツを4年間も体育会に所属してもうずっとずっとそれをやってました。大学の授業なんか一切行ってません。テストの1週間前に行って友達を見つけて、テストの範囲教えて、過去問ってどんな過去問って、その過去問とか売ってるんですよ。あの学校の、ね、大学の、ね、近くの販売に過去の5年間分の何て言うの問題とその模範解答っていうのが売られてるんですよ。全ての授業のそれをひたすら買ってそれを覚えるっていうことしかやってませんでした。はい、やってませんでした。でもそれでいいと思ってたから、うん、それでも僕は成功すると思ってたから、いい大学に行って体育会のスポーツに所属してたらいい会社に行けるっていうふうに僕は思っていたし、事実僕の先輩はそうだったから、有名企業のサントリーとか電通とか博報堂とか、何やろあそこのねキーエンスとかね、まあ言うたら関西とか全国の就活ランキングのトップ10に入るようなところに普通に行けてるんですよ。僕の先輩が大学の授業なんか出てないですよ。出てない、勉強なんかしてない。でもいい大学に行けて、そしていい大学に行っていいスポーツがその体育会のスポーツにやってたっていうだけでですよ、だけっていうか、まあその経験を語ることも大事なんですけど、その2つがあればいい会社に行けるっていう実績があったんで、僕もその通りに一切勉強せずにスポーツに明け暮れる毎日でした。はい、で大学3年生の時に就職活動ちょろっとして、ほんとちょろっとですよ、僕3ヶ月ぐらい多分決まったんですよ。自慢じゃないけども製薬会社を受けるってもう一点フォーカスでバシッてそこを、製薬会社だけを、狙って就職活動しました。でなぜ製薬会社を行こうと思ったのかというと、でその時は僕はね営業しかできないと思ってたんですよ。体育会の人間は営業しかできないと、営業しかできない、じゃあ営業というのは何かを売るということと誰を相手に仕事をするということが大事じゃないですか。そうなった時に、製薬会社っていうのは相手はお医者さんなんですよ。で売る商品はお薬なんですよ。で僕はお薬にものすごく興味があって、自分の体のことにすごい興味があったし、当時小学校中学校の時アトピーですごい悩まされてたんで、薬の副作用とかね、当時ステロイドをつけすぎてそれで悪化したっていうことも体験してるんで、だから薬のことすっごい興味があるということまず一つと、あとは相手はお医者さん、お医者さんがいわゆる分からないこと、苦しんでる課題っていうのを僕が何かしら情報提供してそれを解決するっていうことで、お医者さんっていうのはやっぱ賢いじゃないですか、頭がいいじゃないですか、プロフェッショナルなんですよ。でそのプロフェッショナルが分からないことを、僕の情報提供で、価値を提供するっていうのはすごい仕事なんじゃないかと思ったんですよ。だから僕はその製薬会社に行こうと思いました。でそれだけじゃなくて、もちろん直行直帰っていう、その別に会社に行かなくてもそのまま営業所に行かなくてもですよ、そのまま病院に行ってそこから病院から家に帰るっていうスタイルで仕事ができるっていうこととか、あとはそのもちろん給料がいい、給料が、メーカーの中ではすごいいいんですね。でボーナスもいいし福利厚生もいいと、お家も買ってもらえたり、まあ、車も会社から支給されたりするんですよ。でこれってすごいなと、だから待遇もいいしボーナスもいいし昇給もあるし、給料もたくさんもらえるし、やりがいのある医療、この人の命に関わる仕事なんだみたいな、というふうに僕は3年生の時思って、もう製薬会社一点に絞って就職活動しました。でその結果3社ぐらいから、合格というか内定をいただいて、その中で、当時は世界第1位の製薬会社のグラクソスミスクラインという会社に僕は就職するって決めたんです。でここまですごいじゃないですか、いい大学に行って体育会というスポーツで、全力で頑張って、その結果いい会社に就職できたっていう、まあ、いわゆるレールに乗ってるんですよ。みんなが言ってたこと正しかったんや、お母さんが言ってたこと、お父さんが言ってたこと正しかったんやって、中学受験に成功したらいいところに、自分はエリート街道まっしぐらなんだっていうふうに思って、でもうバラ色なんですよ、こっからすごい楽しい人生が待っている、やったーっていうウキウキな気分、それが大学生活までです。でそっからなんですよ、そっから僕はこれまで経験したことのないような地獄を生きる苦しみを味わうことになりました。はい、ということなんです。これはまたね次の動画で配信したいと思います。まあ、こんな感じでね、僕はね、人生とか仕事とか子供の教育において
ちょっと意味のあることをここで配信したいと思います。よかったらね、チャンネル登録をよろしくお願いします。多分明日にこの続きを配信したいなと思っております。それでは皆さん、ワンダフルな一日を。さよなら。